<laughs> まずは八王子市にお住まいのラジオネーム ORT さんやってもいないのに自白する人がいることはすでに起こりうる事実として考えなくてはならないことだと思います証拠をもとに取り調べをする方向にならないのはまだ自白優先の取り調べをしているためでそろそろ警察も考えてほしいと思いますた。そしてです、ね、三重県松阪市のペンネームまこちゃんさんです 日本の裁判システムとして以前から疑問と不審に思うことは事実上裁判官が警察、検察と利害関係であることです。今までの警察と検察が無理やり捏造した事件やどう考えてもおかしい疑問だらけの証拠を裁判官はそのまま鵜呑みにしてその証拠を根拠に無実の人を有罪にして人権を侵害してきました。 人をユーザーにする間違った裁判も止まらなくてこれからも続くと思いますと。 それからですね野島さんからいただきました袴田さん、ようやく保釈で本当によかったです私が支援している狭山事件もまだまだ遠い道のりです事件発生から50年以上狭山もねつ、えー、造証拠ばかりなのですが残念ながら DNA はできません決定打が DNA のみみたいな現状だとかなり厳しいです質問ですうどうして検察ばかり偉そうなんでしょう裁判所は検察の顔色ばかり見ているのはなぜ 冤罪は人権問題です足利事件に始まり証拠開示が最新の鍵なのにいまだに法制化されないのはなぜでしょうかと、はい、それからおしまいに松戸市のぐりの自営業さん44歳の方司法は警察とは別の権力のはずなのに 実際には同じ会社の別の部署みたいな関係になってしまっていると思いますそれはマスコミにも同じことが言えますなぜそれがまかり通っているのかといえば結局は国民の民度がその程度だからなんだと思います政治も司法もその国の国民の民度に合わせたものしか持てないんでしょうそれが今の日本の正体なんでしょうといただきましたはい じゃあ、一つ一つ行きましょうか。<laughs> <laughs> まず、あの、自白重視の,あの傾向というのは変えられないのかということなんですけれども、北口さんいかがですかまあ、先ほどの例えば、証拠を全部開示するように、もう義務化していくっていう横で法律を作っていくとか、そういった改正抜きには、このある種の空気感みたいなものは変えられないと思いますかどうですかうーん、あの、まあ、徐々にですね、その、人はしてもいないじゃん。 してもいない重大犯罪について自白することがあるんだと、えー、結構簡単に自白させられちゃうもんだったということが、裁判官でもだいぶ分かってきた来ている人もいるんですけど、はい、なかなかそういうことを認めない人もいるし、えー、やっぱりこれ、そこを完全に徹底するには、まだ時間がかかるでしょうねうまだ時間がかかる、あとは警察、検察、それから裁判官、近いんじゃないか。 実際ににどうお感じになりますか戦前は、ね、特に裁判所と検察官裁判官と検察官は同じ。 司法省のもとにあって、はい、まあ非常にお互いに近い関係にありましたね、えー、でその伝統が戦後もね、ある程度残ってるんですよ、そうですね、親近感を持ってる人が多かったですね、<ー>私が若い頃なんか特にね、で検事がそんなことするはずないじゃないかということをね、えー、もう本気になって議論する人もいましたからね。は<ー>うん そんなそうそういう裁判官相手に議論してると全然議論にならないんですよね。うん、検事は嘘をつかないがち<う>っと犯人が嘘をついてるっていうのはう、ね、ある種のなんかこれ選民意識みたいなところにも、ね、そういうふうに思い込んじゃってる人がいるんですね。 検察偉そうだっていう件もありましたね。これはまあ、確かに偉そうですよ。偉そうですか私、今、弁護人として法廷立ってますけど、検事威張ってますよ、そら。威ってますか威張ってますよ。それで、それを裁判長が抑えてくれないですね。検事に遠慮しちゃって。それがね、困る威張るっていうのはどう威張るんですかいやいや、ともかくね、弁護人は法律を知らん、刑事訴訟法を知らんのですかとかね、なんか、 大きな声で言いますよ。はあ、中には 弁護人が食い下がってるとうるさいと書いて怒鳴るやつもいますよ恐ろしいですよ、パソコンの遠隔操作の事件、つい最近ありました、この間、文句言ったんですけどね、それはやっぱり慣れてくるというか、ずっとやってると、そういう感覚になりがちな職場だったりするんですかそう、拳銃は威張ってますね、恐ろしいですよ、最後に民度っていう言葉も出てきましたが、メディアも関わってるので、やっぱりどうしても袴田さんを当時、犯人死した報道をやったメディアも問題だと。 はい。多分その ボクサー崩れ的な、要するに彼はプロボクサーでしたけれども、ええ、ボクサー崩れというようなその偏見というか、多分市民の目もあったと思うんですよね。ええ、なので、やっぱりこの今の社会もですね、やっぱり差別や偏見なくなったとは言えないわけですから、うんあの、そういったところに弱いところにですね、第二の袴田さんを生んでしまう可能性っていうのは別に今もなくなったわけではない。別に1960年代だから起きた事件ではなくて、ええ、あの21世紀になった今でも起こりうることだと思いますし、メディアも 心してですねやっぱりその逮捕時だけですべて決めつける、逮捕時でもこの人が犯人だというふうにわかあの、してしまうような報道はやっぱり慎むべき。もっとあの逮捕、えー だから捜査の過程よりも、やっぱり基礎から裁判の過程をもっと報道すべきだと、私は思いますい捜査の中でこう、はい、プロファイリングごっことかいうか、うん、ある種の群像劇として、面白くこく消費してしまうっていうような、ん、報道ってあるじゃないですか。よくないのは、やっぱりその記者クラブの制度ですね、あれがそのそ警察、えー、それからその検察庁の、もう宣伝機関になっちゃってますからね、うん、いもう大本営発表をそのまま垂れ流してる感じしますよ、うん、私ら見るとね。 ですけど、ね、やっぱり事件や司法でもそうですか。うん、うん、そうですそうで、ん、すだからど,どういったいかいだからこの間の今やってるパソコン遠隔操作固有の事件なんか、えー、まさにそうですよ全然そのね、えー、証拠にないことを警察が発表して、はい、それそのままメディアがみんな報じてますから、えーえー、江ノ島で彼があその あ猫に首,をつけ首輪をつけてる映像があるなんてししてましたよ、えー、映像あるって言ってました、ね、ありませんよ、そんなもの、何も出てきませんよ、嘘っぱちなんですよ。 これ、あの、そもそも情報というか、証拠の開示が常に行われていれば、メディアもそれチェックできるっていうことにもなるでしょうし、でもそれがチェックできないとしても、われわれはチェックできないんだっていうことを自覚した上で、例えば、推定無罪の原則もあるし、可視化も当たり前だしっていうことを、口酸っぱく言い続けなくてはいけないけれども、言えてないですから、ね。そうですね。だから、台本営発表を垂れ流すのだけやめてほしいですね。先ん。さん今のメールで気になったもの、他にありますか、大丈夫ですか。もう、あとは大丈夫だと思います。はい、<た>さらに、もう一つ。